全国の皆さん、こんにちは。フレックスアイエース南大阪店営業の水原です。本日は4月のおすすめの1台ご紹介させていただきます。新車ダークプライム2、ディーゼルの肉のお車で、車両のカラーがパールホワイトのお車、ご紹介させていただきます。まずメーカーオプションなんですけど、トヨタのセーフティーセンスとインテリジェントクリアランスソナーが前後4点と、パノラミックビューモニターついてます。はい、で次にフロントのカスタムをご紹介させていただきます。まずこちらボディ同色のガッツミラーペイント施工してます。はい、次にフロントなんですけど、バッドフェイスボンネット、してます。はい、でヘッドライト、グリル、ミラーとドアノブと、ちょっとリアは後ほどご紹介するんですけど、各種ブラック塗装をしております。はい、でフロントのリップスポイラーなんですけど、フレックスオリジナルのデルフィーノラインのリップスポイラーついてます。はい、でこちらのお車2インチローダウン施工しております。で足回りなんですけど、フレックスオリジナルのオーバーフェンダーついてます。でタイヤホイールがグッドイヤーナスカータイヤの17インチに、フレックスオリジナルのデルフ02の17インチホイール入ってます。はい、でリアご紹介させていただきます。メーカーオプションから、デジタルインナーミラーのカメラと、前後のインテリジェントクリアランスソナー後ろにもついてます。はい、でテールランプなんですけど、フレックスオリジナルのアルティメットシーケンシャルの LED のテールついてます。はい、で先ほどご紹介させていただいた各所ブラックペイントなんですけど、後ろのスーパー GL のグレードのエンブレムと、トヨタのマークとハイエースのエンブレムと、ここのリアガーニッシュもマットブラックで施工してます。はい、でここにバックカメラもついてます。で後ろリアゲート開けさせていただくと、内装ダークプライム2ですので、黒で、天井が黒と、後ほど紹介するんですけど、ハーフレザーシートがついてます。で動画だとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、荷室はやっぱりハイエース見えますので、よくフィルム施工後からされるんですけど、こちらのお車はもう最初からフィルム施工してありますので、車中泊でも、もちろん職人さんの工具を隠すのでも大活躍する施工がもう入ってます。はい、で後ろはイージークローザーついてます。でこちらのお車、両側パワースライドドアになっております。で先ほどご紹介したんですけど、ダークプライム2のハーフレザーシートになってます。はい、でこちら追加で LED のランプもついてます。はい、ではフロントをご紹介させていただきます。まずメーカーオプションからなんですけど、助手席のエアバッグとアクセサリーコンセントと、
で、後ろでご紹介したデジタルインナーミラー、こんな感じで映ります。はい。で、ナビが、カロッツェリアの7インチ SD ナビ新品のもので、バックカメラがパノラミックビューモニターとバックカメラ、こんな風に映ります。で、ここのボタンを押すと切り替えも可能です。はい。で、もちろん ETC もついておりまして、で、少し分かりにくいかもしれないです。ここにも運転席の下のランプも、フットランプ、こちらもついてます。はい。はい、いかがだったでしょうか。本日は4月の南大阪店のおすすめの車両1台ご紹介させていただきました。人気のディーゼル肉のお車に、様々人気カスタムで仕上げたすごい、いっぱい詰まった1台になっております。全国からのお問い合わせ、どしどしお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。